はい、じゃあ最後にちょっと一つ、うん、もう一つ聞きたいことがあるんですけど、まあこの前まで、うん、北京オリンピック冬のやってたじゃないですか、はい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 、盛り上がってましたね、はい、で昨年の夏には東京オリンピックこちらも盛り上がって、はい、ああ非常にで相撲ってオリンピックの競技ではないじゃないですか、うん、で日本相撲連盟は、まあ、かなり前から相撲どうにかオリンピックにというふうにやってたんですけど、うんうん、まあ先輩ってどういうふうに考えてるのかなと思って、相撲がオリンピックにっていうものについて、いや3つぐらい思ってて、はい、あ、はい、あ3つぐらいっていうかその相撲が3つぐらいになればいいかなというか、はい、あのそのはい、なんかその用途に応じてじゃないけど、はいはいはい、なんかまあ大相撲はこのままやっぱ象徴として、まあそうですね、もう本当に、はい、まあ文化、はい、象徴、はい、もうスポーツというスポーツというよりはもうなんかその職業の ね、あのプロの本当にそことして、はいはい、もっともっと高み目指してもらいたいしっていうのもありながら、はいはい、まあアマチュア相撲のところでいうとオリンピックを目指していってもらって、うん、本当に体重男女なく、はい、しっかりしたルールのもと、はい、あの世界中で広まっていくっていう、うん、これはその、今まで通りというか連盟がやってた、はいはい、うん、もっともっと親しんでもらえればいいかなと思いながら、うん、はい、あとちょっとね別でなんかエンタメ職じゃないけど、はいはい、なんかみんながエキサイティングするような、うん、ところはあっても、はい、なんか引っかかりとしては、あー、なるほど、まあ、いいのか、その3つぐらいで、はいはい、その中でもこうちょっとこう三角形じゃないけどやっぱ大相撲が象徴としていてもらえるっていう、はいはい、まあ、まあそうですね、最後の、うん、これが綺麗な流れかなーなんて思って、なるほどなるほど、うん、僕も実はオリンピック、まあ、割と賛成派というか、うん、なんかアメリカに行ってて思ったんですけど、うん、大会がないんですよほとんど、うん、相撲の、うん、で稽古してても発揮できる場がないと目指すところがないと、うん、まあ、ちょっとモチベーション的に難しいじゃないですか、うん、でもちろん世界大会あるんですけど、まあ、優勝したから、まあ、すごい失礼な言い方ですけど優勝したから何みたいなところあるじゃないですか、うん、その名誉的な、うん、お金的にも、まあ、でもこれは国々によって、まあ、そうそうそう、ルールが、はい、なルールっていうかそのか、ね、世界大会で活躍したら、はい、もう何百万とかもらえる国があったりとかもするけどね、まあまあ、はい、うん、だからなんかオリンピックになったらもっと各国の人が、うんね、そこオリンピックでメダリストってすごい栄誉じゃないですか、うん、それは多分どこの国にとってもそうだと思うので、うん、まあ、そういう一つのなんかみんなの目標になるものがあれば相撲っていうものがもっとこう世界には広がっていくんじゃないかなと、うん、でさらにね、もう大相撲っていうものはもうあれでもうほぼ完成してる、うん、なんか一つの大きな目標じゃないですか、うん、それはそれであってもあって、でまだオリンピックでそっちからこっちに行ってもいいしみたいな、うん、なんかそういう風にオリンピックはさらにこの相撲の裾の広げられるんじゃないかなとは、うん、いや、そう、との中でなんかそのまあさっきエンタメって言ったからあれだけど、はい、なんかね、あのアメリカとかだと、はい、アマチュア相撲に、はい、まあ、あのくっついてというか、はい、あのなんか、はい、US オープンとかみたいなのとか出てましたね、ね、あったり優勝しましたけど、はい、なんかその他にもなんかちょっとイベント的なところでやってるところが、ね、なんかすごいこう、まあ、面白そうだなと思って、これが別にそんなもうちょっと手を取りながらというかね、うんうん、あの別にその相撲経験者じゃなくてもいいじゃんって思うの、はい、ね、ロシアのとんでもない森の中から来たもう腕力自慢が、はい、うん、まあね、いや、やっても面白いだろうし、ね、わざとセネガル相撲の関取呼んできたりとかして
もう一種格闘技戦みたいなのがね、なんか新しいね、いや面白いと思った、新しい技がね、うん、そこから生まれるかもしれないし、なんか人の考えってまあ分かんないじゃん、そう、世界大会見てても思うじゃん、はいはい、軽量級の中でこんな技すんのみたいな、いすごいす、これがかかるんだみたいなのとかあったりするじゃん、うん、なんか別にそれはそれでなんか伸ばしてってもらって、それなりの別にルールをちょっと考えてもいいかもしれないし、はいはい、まあまあまあよくは分かんないけど、まあ、そういったところで、はい、まあ、引っかかりは何でもよくて、うんうん、でもその中で、まあ、あとはまあ子供たちっていうところで、うん、はい、まあ、僕のなんかチャンネルの方でもちょっと話した、はい、あの、まあ、カンボジアで、あ、はい、で、あのね、野球教室行ったのに相撲を教えれたみたいなこととか、はい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 、なんかそれで、せっかく活躍する場が、うん、あの持てるようになっているから、はい、そうね、まあ、そう、あとね、その、各、企業とかが、はい、なんかあの大手の企業とかだと、はい、その海外の駐在的なところがあるわけで、はいはい、その人たちが休日に草相撲とかで相撲を教えてくれてて、はいはい、連盟とかをやって、はいはい、その企業が旅行費、旅費を出してくれて、はい、白鵬杯に参加するってスポンサーとして、いいです、ね、やったらなんか綺麗な動きになって、ね、はい、あの海外でも、まあ、ね、イタリアとかからイタリア選手団とかって、はい、あの小学生の子が、はい、じゃあどこがやってんの、なんか、あそこアサヒビールが応援してるみたいよとかさ、で、あそこ の相撲やったことない日本人の人たちが教えてくれてますよとか言ってさ、はいはい、なんかそれでさ、みんなハッピーですね、誰でも教えれるんだから、ね、誰でも相撲なんてね、教えれるから、本当になんかそれに近い話で、なんかその第3の、まあ、エンターテイメント的なの、うん、まあ、さっき言われた US オープン、うん、まあ、基本的に誰でも出れるんですよ、うん、で賞金もちょっと出るんですけど、うん、日本ってそういう大会なかなかないじゃないですか、うん、まあ、なんかまあ大相撲はあるしアマチュア相撲もあるんですけど、なくなってきてるし、しかもなんかあの、ま、町の大会そうなんですよ、そうなんですよでそういうのがなんか誰でもフラッと参加できて、うん、そんなカチッとしたやつじゃなくて、うん、まあ、ちょっと賞金出て盛り上がれるみたいなのを、うん、まあ、僕個人的にずっと作りたいなと思ってて、いや僕も思いますよ、スカイツリーでやったらいいじゃん、浅草の浅草寺でやればいいじゃん、そうそうそうなんか賞金なんか適当にねスポンサーつけたりとか、うん、参加料1人1万ずつ取って勝った人が総取りとかでもいいですけど、あ結構高いねそれは、いやなんかね結構夢あるね、いやなんかそういう誰でもできる相撲の敷居って結構高いじゃないですか日本で、うん、なんか子供がやるものだったり、うん、まあ、しっかりちゃんとした人がやる以外で、うん、なかなかよしじゃあ週末相撲しよっかなと思ってできる人ってそんないないんじゃないかなと思って、いやもうのだから昔さ、はい、あの会社の休憩時間でバレーボールやってたみたいな感じで、年に1回大手の企業で、ね、あのやって工場対抗とかにしてで本戦は部署とかで、本戦は社長がね、はい、会社の代表が見てるところで、はい、あの何々工場代表とか言ってやって会社の人たちがうわーみたいな、はいはいはい、ね、大人が盛り上がれる、うんうん、相撲は誰でもできますか、誰でもできる、何もいらないし、って、はい、で誰もが発狂言ってたらもう負けたくないんですよ、いやいや本当そうですよね、組んでああって、うん、それこそルールのある、はい、あの喧嘩にはならない、もうああこかされたらクソとは思うけど、まあそれでまあこうね、でまたそこで会社での見られ方が変わったりとかするかもしれないしあいつめっちゃ相撲強いんだよなみたいな、ちょっと相撲強いからちょっとあんまギャンギャン言えねえなみたいな確かにね、仕事できないけど相撲強いんだよなみたいな、うん、それでもいいわけよそれでもいいじゃん、まあまあ確かにね、それでもいいじゃん、はい、うん、なんかね、そうなんか一個のね、はい、あのスポーツとしても、うんうん、いやもっと見方変えて、
気軽にできるといいですね、まあうん、だってさ、だいたい谷町のさ、うん、年の上の方って、はい、俺昔相撲強かったんだよ、あもうつけるアイデンティティがもう組み込まれてるんですよ、アイデンティティの中に相撲がもう、はい、いやいいですね、だからもうでもそれがちょっとしばらく、はい、我々のお父さん世代ぐらいから、はい、なんかちょっとずつなくなっていってきてるから、なんかそのなるほど、うん、その心っていうのはもう あるので、なんかね思い出して、ね、もらえるような機会が作りたいですよね、うん、あだからそういうのを、はい、こう簡単に持ち運べるとか、そうですね、ものとかを、まあ、今度はこうプロデュースしていったりとか、うん、はい、ここはこれぐらいの方がいいですよっていうのは経験者しか安全性とかみたいなところは語れないから、はい、うん、まあ、そこら辺もそうですね、まあ、なんかごめんなさい、なんか いや新橋のね、居酒屋で酒飲みながらやるような話してしまって、こういう話をしようと思っていや本当になるほど、まあ、オリンピックの話からだいぶずれたんですけど、まあ、相撲ってもっとね、なんか気軽でいいですよね、気軽ですよ、うん、はっきり言ってなんかしっかり回し回れてなくても別に土俵なくてもいいわけだし、うん、なんかね、うん、組んじゃえばスタートっていう、そう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 、これがいいところね、うん、はい、まあそんな感じで、まあだからそういうのやっちゃいましたっていう動画とかがあったら、アミタとかに、はい、なんかねツイッターでも何でも送ってくれたりしたら、いやね、そうですね、なんかこんなうちの会社ではこんなんしちゃってますとか、なるほど、なんか学校でこういう取り組みしてみちゃいましたとか、はい、相撲大会ね、ね、呼んでくださいっつって、そう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 、はい、ジャッジしてよみたいなことも、ね、僕も全然行きますんで。ぜひぜひ一緒に、はい、そうです、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、まあということで今日は長々と、今日はというかもうね長くにわたっていろいろお話を聞かせていただきました、うん、ありがとうございます、最初にも言ったんですけど、こちらの大ちゃんのチャンネルの方でも、まあ、いろんなあんなことやこんなことをね、うん、話してるんで、そちらにも見に行ってみてください、大ちゃんの部屋よろしくね、はい、ということで今日は大京さんに来ていただきました。ありがとうございました。はい、それでは皆さん、アディオス。アディオス。